はい、皆さんこんにちは。今日もこの本を一緒に勉強しましょう。今日はこの本の22課を一緒に勉強しましょう。22課では名詞の修飾を勉強します。以前勉強したのは名詞の名詞、い形容詞、い名詞、な形容詞、な名詞。例えば私のうち、新しいうち、綺麗なうち。今日勉強するのは動詞、名詞です。動詞の場合は動詞は全部普通形を入れましょう。例えば私が建てたうち、私が住んでいるうち、普通形です。はい、それでは1番、グラマーの1番です。これはミラーさんが作ったケーキです。これはケーキです。じゃあ外せケーキ、自分ケーキで、ミラーさんが作りました、作りました、ゲブドンエンハイ、作った。これはミラーさんが作ったケーキです。わかりますか？はい、2番目です。あそこにいる人はミラーさんです。あそこにいる、あそこにいます、ミラーさんです。あそこにいる人はミラーさんです。はい、3番目です。昨日習った言葉を忘れました。言葉を忘れました。じゃあ何の言葉？昨日習いました。その言葉を忘れました。昨日習った言葉を忘れました。はい、4番です。買い物に行く時間がありません。時間がありません。何の時間？買い物に行きます。その時間がありません。買い物に行く時間がありません。一個も時間조금더되면거ね。宿題をします。時間がありません。宿題をする時間がありません。 TLPT の問題です。あなたはどんな家が欲しいですか？私は大きい庭がある家が欲しいです。バイバーイ。